それではご質問を受けしたいと思います。ご質問にあたっては後方左右にスタンドマイクを用意しておりますので、こちらの方でお願いをいたします。質問の際には、社名、お名前、それからどなたへの質問かをおっしゃってから、質問をお願いいたします。それでは質問のある方、一つお願いします。北日本新聞の吉本と申します。よろしくお願いいたします。学生の皆さんにお伺いしたいんですけれども、昨年12月から、制作の作業に、携わってこられたということで、改めて制作以来ですね、この発表に至るまで、2ヶ月間ぐらいあると思うんですけれども、この発表というところに至って、で実際にこういった大きな国際会合のロゴマーク作成というものに関わることができた思いといいますか、そういったものを一言ずついただけたらと思います。富山大学の森美代です。一旦私は今回会見を終えてすごい達成感で今いっぱいの気持ちなんです。でまだそのロゴ作ってここで終わりじゃなくて、これからもまだ展開とか考えていかなきゃいけないので気を抜けないところではあるんですけれども、一旦今日を迎えられて本当に良かったなっていうふうに感じています。富山大学の板橋美智香と申します。私は大学でまさか G7 に携われるような政策にできると思っていなかったので、とても貴重な体験ができたなっていうのと、これからもまだ制作物は残っているので引き続き頑張りたいという思いでいます。ありがとうございます。はい、涌田美久です。こんな大きいイベントに携われることを私もまさかあると思わなかったので、その部分大きな経験になったかなというふうに思っています。またこのロゴマークはやっぱり未来の教育を担う子どもたちに、若者に対してやっぱり届いてほしいなっていう思いでずっと制作してきたところがあるので、ぜひ街に広報物があふれた際に、子どもたちがこのロゴマークをタッチポイントとして何か会話してたり、っていう風景が見られることを願って楽しみにしています。富山大学の谷一直です。私はこの案件を通してすごく今までにないくらいいっぱい案を考えてすごい熱量を注いできたので、こうして形になったのはすごく感慨深いと思っております。で先ほどもメンバーも申しておりました通り、今後もツール展開などの制作は続くので、気を引き締めて頑張っていきたいと思っています。ありがとうございます。今の話にからちょっとこう関連してなんですけれども、知事と市長にお伺いしたいんですけれども、このロゴマークを、本番までにですね、こうかなりいろんなところでPR してこう機運調整というふうにつなげていかれると思うんですけれども、先ほど缶バッジ のワークショップのお話もありました。改めて、本番に向けてですね、この一つのシンボルを生かしてこうどのように会合への準備ですとか向かっていきたいかという部分について改めてお聞かせください。はい、
今までも折に触れて G7 と言い続けてまいりました。でもなんか私が100の言葉を言うよりも、このローマークとポスターこれの方がよっぽどたくさんを物語ってくれると思います。やっぱりこれを大いに、学生さんたちの本当に思いがこもって、それからこれまでこんなたくさん作ったことなかったっていう話もありましたが多くの時間、それから頭も使われた、能力も使われた、本当にいろんな思いがこもったポスターとローマークですから、もうとことん使い倒してまいりますので、その準備をさらにあと3ヶ月加速をしていきたいと考えています。はい、本当にありがとうございます。先ほどもちらっと言いましたけど、これはですね、富山市内至るところでですね、掲示可能な部分であればですね、できる限り、まあ、掲示をしてですね、例えば公共の施設、富山駅等々含めてですね、市役所はもちろんですけど、町の中にあるバナーフラッグだとかも考えれますし、何かイベントの際にですね、掲示したり、まあ、あらゆる場面で活用していきたいなというふうに思っています。今ほど富大の学生さんのですね、お話も聞いていて、いや、 やっぱりこの主役はですね、やっぱり、児童生徒さんだったり学生さんだったりするんだろうなと。我々はやっぱり、この、G7 のマークをの思いをですね、共有しながら、まあ、一生懸命サポートしていきたいなというふうに、まあ、改めて感じさせていただきました。以上です。あとあれ、皆さん県外なんだよね。あ、そうだ、さっきちょっと雑談してたら、皆様、石川の方が3名で、栃木がの方が1名で、多分ね、隣から見る富山県富山市、そして、関東から見る、北陸富山県富山市みたいなところが、よりなんかアイコンだとか、立山連峰だとか全体のデザインに、まあ、自分は色濃く出たのかなというふうに感じました。まあ、そこら辺は学生さんに聞いてみないとわからないんですけど、かなり富山のことを勉強されたと思いますよ。はい、もしそれがね、一歩ちょっと引いたところから富山を見つめていただいて、うん、 そうですね、それをまたビジュアルにしたということで、うん、ね、そういう効果もあるかなと思って見てます。ありがとうございます。はい、失礼しました。富山新聞の岡戸と言います。よろしくお願いします。まず先生にもし分かればお聞きしたいんですが、これ手元にいただいているロゴなど見ても本当にたくさんのアイコン詰め込まれているかと思うんですが、大体なんかごめんなさい、ちょっとどっか書いてあったら申し訳ないんですけど、何種類ぐらいこう詰め込んであるんでしょうか。はい、アイコンのリストでございますけれども、ちょうどお配りしている資料のですね、VI マニュアルというものがございます。表紙がこういう形ですね。で、このちょうど一番後ろのページですね、こちらに今回使用しています両県の、ロゴがございます。上からですね、観光の、要素のもの、それから食、それから伝統文化、自然というようなところで、まあ、両県それぞれのものもございますし、それから両県共通のものもございますので、そういったものを今回、まあ、散りばめるというようなところで展開してございます。観光ですと、観光、全部で15アイテムですね。それから、食の部分でいきますと12アイテム、伝統文化が8アイテム、自然が5アイテムという形で構成してございます。で、さらに、この間をつなぐ要素として人のアイコン、それから、両県、非常に水が豊かですし、雪が、
降りますので、そこをですね、共通のつなぐ要素というような形で、太陽を構成するときに間に、このアイコン同士の間をつないでいく役割ですね、そういった役割として人、それから水という要素が散りばめられてございます。わかりました、ありがとうございます。富山新聞の森と言います。よろしくお願いします。今画像にも出てるんですけど、学生さんにちょっとお聞きしたいんですけど、今この写真見てるだけでもすごい案を考えていたんだなというのが推察できるんですけど、どれぐらい案考えてその中からこのあれを選ばれたのかって、もし大体でいいんですけど、なんとなく分かれば。福田です。質問ありがとうございます。本当に数えきれない枚数案を書いて、でアイコン違いとかで作ったりもしていったので、全部合わせると多分500はいってるんじゃないかなというふうに個人的には思います。この画面の外以外にも出していない案だったり、消えていった案たちがやっぱり存在するので、そうですね、大体500ぐらいかなというふうには思います。すいません、曖昧な回答で申し訳ないんですけれども。ありがとうございます。もう一点なんですけど、このロゴマーク作る際に、その両県の意見をまとめながらというふうにお伺いしたんですが、例えばその石川県側からこんな意見があったとか、富山の方からはこんな提案をしたとか、その辺なんか両者の意見なんかがちょっと分かれば教えていただきたいです。はい、そちらに関しましては私の方からご説明させていただきます。まずですね、両県の共通要素であるようなもの、そういったものを最初にですね、金沢美術工芸大学の寺井先生と、ご相談しながらですね、進めていきながら、この G7 というですね、しかも教育大臣会合、ここの中で、今回テーマとしてどういうものがポスターとかロゴとしては必要な要素なんだろうかみたいなものをですね、ある程度私とそれから、寺井先生との間でお話ししながら、それを学生に、フィードバックしつつですね、学生たちが思うここで重要な要素ってどういうことだろうというようなものをですね、ディスカッションしながら、ストライクゾーンがどこにあるかなというようなものを絞り込みながら、でそれを、石川側でもですねご検討いただき、富山側で私の方が、取りまとめしながら、進めていって、また寺井先生とご相談しながら、ストライクゾーンをさらにフォーカス絞っていくというような形で進めてまいりました。さらにポスターの、並んだ時ですね、石川県のポスター、それから富山県のポスター、これが両方並んだ時にまた一つのまとまりがあるように見えるということも重要になってくるので、そういったところも、ポスターとしてどういうふうな形でですね展開していけば、両県が一つの融合して、二つが並んだとしてもこれがまた融合するというような形になるかなというようなご相談も含めて進めてまいりました。わかりました、ありがとうございます。どうもありがとうございました。